こんにちは、埼玉でシンガーソングをしております、ともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、ミックスボイスいよいよ大詰めですね。ミックスボイスの発声、実際に取り組んでいきたいと思います。まあね、前回もまあ、続編になってます、これは動画で。前までの動画一個一個、発声練習一個一個、トレーニング紹介しております。一個一個皆さんやってできた上でこの動画見ていただいていると思いますので、その前提としてお話し進めていきますが、正直言いまして、ミックスボイス難しく考える必要はなくて、今までの鼻腔共鳴とかハミングとか、このあくび、喉を開ける、この辺の感じを一個一個発声練習でできるようになっていれば、もうそれだけを全部同時に行うことによってミックスボイスができるようになっているはずです。だからここのわざわざこの動画で、じゃあミックスボイスはこういう風に練習するんだよっていう新しい練習方法があるかというと、正直言ってそんなにないっていうか、あとはバランスを取るだけって話です。もう皆さんが知っている発声練習を全部うまく使えればミックスボイスが出せます。冒頭で私が今変な叫び声を出しましたが、みたいな感じの、あのミックスボイスの発声はもう今までの発声練習をしっかりやれてればできます。もう断言していいです、できます。なのでこれを実際にできないっていう場合は、今までの発声練習がまだ中途半端であるか、その発声練習をバランスよく出すことがまだできていないのどっちかです。もう一回言います、大事なので。ミックスボイスは難しくないです。今この時点でミックスボイスの発声ができない、今までの動画見てきてね、見てきてでもできないって方は、一個一個の発声練習の中で何かやっぱ中途半端な発声、できてない発声練習があるはず。これが一個のパターンで、もう一個は一個一個はなんとなくできてるけど、それをまあ同時にバランスよく発声することができてない、これがパターン2つ目。このどちらかだと思います。まあ多分ね、実際本当は歌聞いてないと分かんないんですけど、まあまあ一応そんな感じで、この動画ではその一個一個の発声練習、必要な発声練習を取り上げて、バランスよくこうやっていくコツをお話ししていく、まあ本当おまけみたいな感じです。いよいよミックスボイスで言っときながらおまけかよって話ですけど、本当にそんな感じです。もうそんなに、いやミックスボイスどうしよう、できるかなって、そんなに身構えないでほしい。それはつまり今までの練習をちゃんとやってれば、まあ普通にできるはずであると。もう別に特別な発声でもないので、まあ一応ミックスボイスって何なのってことをもう一回説明します。ミックスボイスというのは基本裏声です。基本裏声です。地声ではありません。裏声です、裏声です。しつこいですけど、裏声をベースにして地声の共鳴腔を増していきます。共鳴腔3種類ありました。鼻腔、口腔、咽頭腔、まあこれ鼻、口、喉、それぞれ全部消臭して共鳴、要するに体を共鳴させて音の太さを出して、声の太さを出しているということなんですけど、裏声の声帯のテンション、裏声の発声、この形に今私が普段喋ってるこの地声の共鳴の感じ、まあ口とか喉を震わせて太さを出してるんですけど、裏声に対して地声の共鳴腔を加えてきます。っていうこと、まあこれをまあ一個一個ちょっと、まあ発声練習ですね、この発声練習がこういうふうに生きてるんだよっていうことと、こういうふうにバランスよくやるんだよってことをまあ一応お話ししますが、まあこれで一回もう頭の中整理してもらうと、地声の発声のまま、ごめんなさい、裏声の発声のまま地声の共鳴腔を出していく、この形がミックスボイスの基本形です。これがもう実際、まあここでもう分かっちゃう人もいると思うんですが、まあ一応説明していきます。裏声、まあ皆さんがいつも出していつも通りの裏声で、前回の動画でヘッドボイスって出したんですけど、で裏声に対してニェイニェイニェイのニェイの、これを裏声に発声する練習、感じからやってもらってもいいです。裏声、普通の裏声でもいいし、ニェイ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 、このニェイを裏声で発声する、ニェイニェイニェイ、裏声をまず発声します。これ準備します、裏声で、そこに裏声にあ、母音のあを加えます。さらに裏声のあ加えたら、喉あくびの状態を作ります。これは
も前回のヘッドボイスとやってることほぼ一緒です。だから前回のヘッドボイスを見てる人、つまりヘッドボイスをもうマスターしてる人はなんだ同じじゃんって思うはずです。それでいいんです。だからつまり前回までの動画でもうそれできる素地はできてるってことです。いいですか、もう一回言いますよ。っていうこと、裏声を出して、あ、口腔を開けて、あくびをして喉の咽頭腔って言うんですけど、こう喉の空間を開けて響き、つまり口と喉はこの響きというのはチェストボイスで使われている太さを出すための響きです。みたいな感じです。この裏声を出しながら口腔を口、まあ口腔はね頑張って口を開ければいいんですけど、あって言ってね、母音のあで、あくびの感じを加える、この口腔とあくびのこの喉を開ける感じを動かすときに裏声の声帯のテンションと同時にやるっていう、このなんでしょう、バランスが崩れちゃうっていう方がまあまあいるんじゃないかな。あーってこう変に喉をこう開けようとして変にこう力が入っちゃったりとか、あー声が潰れちゃったりとか、これがまたそのミックスボイスが難しいと言われる最後の途中でバランス感覚ですね。一個一個の発声は分かるんだけども、その発声を全部混ぜる、そのさっき言った裏声の発声と地声の共鳴を同時に出すっていうその感じ、同時っていうのがよく分からないっていう人がまあまあ最後ちょっと多分苦労するんじゃないかと思うんで、まあちょっとそこを一応ここではお話ししていきます。バランス感覚を取るためのポイントで、まあポイントも減ったくれもなく、まず裏声の発声声帯の形を作りつつ、口を開けて喉もあくびの量で開けていきます。この状態では多分ヘッドボイスにしかならないはずです。ヘッドボイスにしかならない。ヘッドボイスとミックスボイスは厳密には違います。ヘッドボイスもミックスボイスもどっちも裏声ですまあこの声区の話はまた後で整理してねお話しますが、ヘッドボイスもミックスボイスも裏声です。ただヘッドボイスとミックスボイスと比べるとミックスボイスの方がより地声に近い太い声が出ます。皆さんが多分目指してらっしゃる声だと思うんですけど、ヘッドボイスというのはどこまで行ってもやっぱ太さはある程度無駄ない気盛りもないし、多少太さは出るんですけど、ミックスボイスのこの太さを取るには最終的に、裏声、鼻腔、口腔、咽頭腔全てを、響かせる必要があります。ヘッドボイスっていうのはここに、口腔と咽頭腔がちょっと足りない感じなんですよね。だから低音域が少し足りない感じ、そこにミックスボイスな低音域もうまく入れることによって、実際に高音なんですけど太い感じに出していける、まあ、実際発声は裏声のままです。繰り返しますが、ミックスボイスは裏声です。っていうこと、まあ一番、まあ、こうバランスよく発声していくのに何が大事かっていうと、鼻腔共鳴は絶対にキープしたいです。最初にお伝えしましたハミングのあれですね、この鼻腔共鳴はどんな時でももう発声、まあ、特にミックスボイス意識する時は鼻腔共鳴は絶対意識します。その鼻腔共鳴は必ず意識した上でさっきのハミング、あ、ごめんなさい、裏声、まあ、裏声出してる時点で結構この鼻腔共鳴意識する必要があるんですけど、まあ、ちゃんと裏声に太さを出すには鼻腔共鳴もしっかりしていないと裏声が出ないので、裏声足す鼻腔共鳴、これまず意識します。今分解して説明します。分解して説明してるのでちょっとね、もうまだ分かってない方はここからまだ見てほしいんですけど、もう分かってできてる方は別に見る必要ないです。もう今までの動画でつまりもうできるので、何度も繰り返しますが、今までの発声練習をちゃんと総合的にやればできます。ミックスボイス、ただやっぱりバランス感覚同時にやるとか、なんか一個一個の発声がまだ中途半端って方はまた追加のね、まあ、おまけですから、おまけとして見てほしいってことですね。これ以降で一応裏声発声しながら鼻腔共鳴、ハミングのんーの鼻腔共鳴を意識したまま裏声発声します。そこにあ加えます。この時点でさっきの鼻腔共鳴と裏声に対してはかなり口の響きが加わるので、太
太さが出てきます。ちょっとずつね。さらにここに喉のあくびの感じを入れていきます。この時点で裏声、鼻腔共鳴、口、喉を開けました。ここでヘッドボイスに相当する発声ができています。ここでさらにヘッドボイスの、裏声の薄い感じからちょっとだけ太くなったこのヘッドボイスにさらに太さを加えていくのがミックスボイスです。ヘッドボイスのちょっと太さ、無駄な息漏れがなくなったヘッドボイスに対して低音の音域を加えていくのが音域とか低音の共鳴を加えていくのがミックスボイスです。で、低音の共鳴音域っていうのは口腔と咽頭腔、喉です。口と喉、この2つの響きをより多めに出していくのがミックスボイス、つまり高音を太く出すっていうのが、さっき言ったヘッドボイスの基礎。裏声と鼻腔共鳴に口を開ける、咽頭腔、喉を開ける。このヘッドボイスの今の感じの喉と口、もうむしろ喉ですね、この喉ら辺の咽頭腔のあくびの感じをかなりちょっと大げさに、あー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 、今喉咽頭腔を広げてます。普通の普段の喋ってる声、まあ普段地声の時ってのは別に意識しなくても咽頭腔ってのは別にその、まあ、普通にねこうやって別に広げなくても、あの響きを意識しなくても響いてるので太さって言うんですけど、あーって裏声とか高音になってる時っていうのはここ響きがまあどうしてもね、あー響きの発生上咽頭腔っていうのは喉の空間っていうのは狭まっちゃうので、それを広げることによって低音の倍音、つまり低音の響き、太さを出していくのがミックスボイスの肝ですので、ヘッドボイスでやったあーって裏声の鼻腔共鳴もあに対して口腔口腔開けました。で、最後咽頭腔、この本当にあくびの感じなんです。もう言ったらあくびの感じ、あくびあくびした時の喉の開き、あの状態を作ることによってヘッドボイスの薄かった声にさらに太さが出てミックスボイスに行くってことです。まあ、言ってることだからずっと一緒です。こいつずっと同じこと言ってんじゃんって思うかも、思うでしょう思うでしょう、同じなんです。つまり皆さんもう知識的にはもう知ってること、あくびの感じ、口を開ける、鼻腔共鳴、裏声のテンション、何度でも言いますがミックスボイスは裏声です。ミックスボイスは裏声、裏声に対して鼻腔共鳴、口腔、特に咽頭腔はあくびの感じを入れることによって、これでミックスボイスの方にたどり着けるはずなんですが、まあちょっとねこの話ももちろんそれですぐできればもちろんいいですし、やっぱできないわ、なんかちょっとよくわかんないわっていう場合もあると思います。なのでね、まあ発声練習のパターンなんかをいろいろ用意しながら、あとはまあミックスボイスのこうアプローチ方法、こうやったらもっと感覚的にわかるよっていうのがあれば、まあ、説明はしていこうとは思いますが、まああとはね、まあちょっとあんまりこれも結構有料級にまあこれは別に有料でもないか、今までのやつが本当はねレッスン内で来た方にのみお話ししてる内容です。ただね、まあもう言うて別にもうミックスボイスそんな千倍特許でもないですし、まあ皆さんにね把握できるようになってほしいし、まあその方がね歌好きになってもらえるし、まあ好きになってね自分でミックスボイスできるようになって、でそこからなんか好きな歌を作ったり自分の歌を歌ったりっていうところがようやくスタートラインだと思うんですけど、まだ皆さん多分ミックスボイスできてないっていうのは、まあ、いわゆる登竜門と言われるとは思うんですけど、ボーカリストのね、まあそれスタートラインに立ってない状態っていうのは、まあそもそもまだ勝負になってない勝負でもないかそうスタートラインに立ってないので、スタートラインには立ってほしいっていうことで一応まあ情報は公開してますが、まあまあよりねちょっともうどうしても細かな練習してる方法とか、まあ自分ができたらどうかわかんないってそのチェック方法っていうのは、まあもうちょっと動画ではねもう限界なので、まあここら辺で一回ちょっと締めくくります。ミックスボイスについては、まあもう
興味コメント あれば疑問ねコメントいただければと思いますし、一応ねまああのレッスンとか、あと後々教材なんかも用意するつもりですので、興味のある方はね見ていただいて、ぜひ早くミックスボイス習得して、歌の世界にね一緒にもう味わい楽しんでもらえればと思いますので、ぜひぜひ一緒に頑張っていきましょうということで、ミックスボイスでございました。長々とお付き合いいただきありがとうございました。ぜひねいいねボタンとチャンネル登録して、まあ、一応こんな感じでねまた情報をお話しするとはするかもしれませんが、その時はまた最新情報をチェックしてもらえるようによろしくお願いします。では